ありがとうございました。ありがとうございました。いちさん、うちの娘がモンモンムス大ファンだったんで、必ず入れさせますので、よろしくお願いします。元モーニング娘。の市井さやか揃いましての街頭演説会を開催をさせていただきます。この度立憲民主党比例代表で次期参議院選挙に挑戦させていただくことになりました市井さやかです。よろしくお願いいたします。なぜ今政治の世界へ飛び込む決意をしたのか、その理由は政治の世界に子育ての当事者があまりにも少なすぎるからです。初めて我が子を抱いた時、自分の命より大事な命、この子のことは何があっても命をかけて守る、そう誓いました。今の日本が本当に子育て世代にとって温かい社会となっているのか、疑問に思うことがたくさんあります。現在子育て世代は児童手当をいただいており、とても感謝をしておりますが、実際はその手当だけでは十分ではないということは、子育て世代のお父さんお母さんは皆さん実感していると思います。私は変えていきたいというふうに思っております。皆さんどうかよろしくお願いします。